そう、菅原幸成さん、日本代表で居場所がなくなってるけん。菅原の使い方が難しくなってきてる。3バックでは伊藤堂安で出番がない？誰も気がついてないっぽいけど、菅実は代表でハマったこと一度もないんだ。菅原は伊藤堂安の完全ターンオーバー要因になりそう。意図率より良い可能性もある。セインツでは攻撃面ではやれているし。三笘、伊藤 WB が最強説が証明されて最高の試合だった。菅原は少なくともファーストチョイスにはならないと思う。むしろより攻撃的になれる WB の方が菅が覚醒する可能性があるんだ。いや、菅原より普通に伊藤堂安の方が上だわ。堂安はクラブでも WB やってるし伊藤は言わずもがな。菅原はセインツで WB やってゴール決めてるからね。プレミアでこれが続くようだと評価もうなぎ登り。菅原は右 WB が激戦区だからいっそのこと守備力アップさせて板倉に挑戦状を叩きつけるのはどうだろう。3CB で唯一狙えそうなポジション。菅原とマイクマはいい選手なのにポジションなくなってかわいそう。少なくともこれから3バックでやるなら厳しそうだな。